はい、こんにちは、レトスノーノです。9月11日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。人はできると思い始めたとき、実に並外れた能力を発揮する。人は自分の力を信じるとき、成功の一番の秘訣を手にする。この時期に模試の点数が悪いと、今年の合格は無理だな、と諦めてしまいがちです。しかし、まだ試験まで1ヶ月もあります。復習して解けない問題を解けるようにすれば、実力は必ず上がります。合格した人で諦めた人はいません。最後まで自分を信じて頑張っていきましょう。それでは本日の3問に入っていきます。建物に留置権を有する者は、当該建物の火災によって生じた保険金から優先的に弁済を受けられる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは誤りですね。留置権っていうのは物情代性を有しません。そのため保険金から優先的に弁済を受けることはできないということなんですね。留置権っていうのは目的物を留置することにより、目的物っていうのは今回の問題で言ったら建物ですね。これを留置することによって弁済を促す権利だからなんですね。この問題っていうのは基本的な問題なので覚えておけば解けます。ただそんな勉強では本試験では対応できません。留置権についてはあまりテストにも出ないので、そもそもどんな権利なのか、何がポイントなのか、他の分野とどのようなつながりがあるのか、これらを理解していない方が非常に多いです。そのような状況では合格はできないです。必ず理解しておきましょう。で、問2ですね。事務所とは本店または支店やその他の政令で定めるものを指すものであるが、宅地建物取引業を行わず、他の兼業業務のみを行っている支店は事務所に含まれない、丸か×かという問題です。で、これ答えは丸ですね。まずちょっとこれ間違いやすい部分なので整理しましょう。宅建業を行っている本店、および宅建業を行っている支店、これはもうどちらも事務所です。こちらちょっと見ていただきたいんですけども、これ本店、本店、支店、支店なんですね。で、これ宅建業を行っている本店ですね。これ宅建業を行っている支店ですよね。これどちらも事務所に該当って書いてある通り、事務所に該当するんです。では、本店は宅建業を営んでいて、支店は宅建業を営んでいない場合、本店及び支店は事務所に該当するか、それともしないのか、これをちょっと考えてみます。この場合どうなるかっていうと、本店は宅建業を営んでるわけですね。この場合っていうのはここに当たるわけです。これですね。つまり事務所に該当します。先ほど言った内容ですね。で、支店はこれ宅建業を営んでいないんですよ。本店宅建業を営んでいて、支店は宅建業を営んでいない。ここの事例は建設業を営んでいるっていう事例なんですけども、宅建業を行っていません。この場合、この支店は事務所に該当しないんですね。つまり、本店は事務所に該当して、支店は事務所には該当しません。これはここの内容ですね。で、今回の問題っていうのはここの内容なんです。支店の話なんですよ。宅地建物取引業を行わず、他の兼業業務のみを行っている支店って書いてありますよね。先ほどの事例で言うと、建設業を行っている支店の話ですね。この場合、事務所に含まれませんでしたよね。ここですね。なので、事務所に含まれないっていうのは、丸になるということです。で、もう一つ考えてみましょうか。本店は宅建業を営んでいない。これですね。本店は宅建業を営んでいません。建設業を営んでいます。支店のみ宅建業を営んでいます。支店宅建業を営んでいる。この場合どうなるかっていうと、この場合はどちらも事務所に該当するんですね。本店は宅建業を営んでいなかったとしても、支店で宅建業を営んでいると、本店も事務所に該当します。宅建業法上の事務所に該当するということですね。この点はしっかり押さえておきましょう。この4つの事例ですね。多くの方がこれ整理できていませんので、ここちゃんと整理しておきましょう。で、問3ですね。宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切り土であって、当該切り土をする土地の面積が600平米の工事については、都道府県知事の許可は必要ない、丸か×かという問題です。で、答えは丸ですね。許可は不要です。なぜ不要かというと、そもそも宅地造成というのは、工事の結果、宅地になる工事を指すんですね。で、本門の場合、宅地を宅地以外にする切り土と記載されているので、工事の結果、宅地以外になるんですよね。ってことは、宅地造成を行わないので、宅地造成の対象外になるということです。
したがって知事の許可は不要だということですね。しっかり判断基準を頭に入れておきましょう。まだチャンネル登録していない方は上のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。